分かった気になれ。私は画家ではありません。私は学者です。生涯こう話をしたのは富岡鉄斎です。彼は学者、儒者であると言っていますが、画家としての名声は高いものを持っています。幕末に京都に生まれ、明治、大正時代を生きた人です。10代の頃には幅広い学問を学びます。はじめに富岡家の石門神学という神道、儒教、仏教が合わさったような哲学とも言えるものを学び、国学、勤労思想、漢学、陽明学、詩文を学びます。画家は本職ではないと言いますが、彼は南画、文人画と言われるものを学び、大和絵、狩野派、琳派などの様々な様式を学び吸収していきました。